スティーピダービッシュは、クロアチアのプロボクサー。元 WBA 世界ライトヘビー級王者。主戦場となったドイツでは、スティーピド・レウスの名前で知られている。196センチメートルの長身で、リーチが長く、スピードを兼ね備えたボクサーであるため、スパイダーマンの愛称を持っている。また、祖国クロアチアでは、バスケットボールの選手としても活躍している。2007年に、 クロアチア出身のボクサーとしては初めて世界王者になった。ダービッシュはアマチュア時代にも実績を残している。クロアチアの代表として1996年のヨーロッパ選手権に出場しており、さらに同年アトランタオリンピックにもライトヘビー級の選手として出場している。ベスト8まで進出したが、準々決勝で敗れている。五輪出場を果たした後、 ダービッシュは1999年5月22日にプロボクサーとしてデビューした。主にプロボクシングの盛んなドイツを主戦場にして2000年10月1日には空位のドイツインターナショナルライトヘビー級タイトルを獲得した。さらに2002年11月23日には空位の IBF インターコンチネンタルライトヘビー級タイトルを獲得。 2003年2月8日には、空位のエブ欧州ライトヘビー級タイトルをシルビオ・ブランコと争い、12回判定で勝利し、獲得した。同タイトルを3度防衛した後、2004年8月15日に、WBC 世界ライトヘビー級挑戦者、決定戦で、ポールブリックスに初めての敗戦を喫し、メジャータイトル挑戦が遠のいた。しかし、 2005年6月18日には WBO インターコンチネンタルのタイトル獲得に成功し再び世界タイトル戦線に浮上する。そして2007年4月28日にシルビオ・ブランゴの持つ WBA 世界ライトヘビー級タイトルに挑戦し12回判定で勝利してメジャータイトルを獲得した。しかし2007年12月16日 敵地合衆のパースにて、ダニー・グリーンに判定負けを喫し、タイトルの初防衛を果たすことはできなかった。ありがとうございます。